はい、どうも皆さん、こんにちは。レイです。今一番怖い言葉は、必修落ち、これです。ありがとうございます。はい、皆さん、久しぶりですね。どうですか？まあ、長らく更新が途絶えてですね、あいつ死んだんちゃうかっていうふうに、思ってらっしゃった方もおられると思うんですけど、まあ、大丈夫ですよ。生きてますよ。はい、まあ酷使終わりましたっていうことで一段落って感じでね、まあ何か喋ろうかな。まずね、とりあえずその更新ができてなかったっていうのは、何かって言ったら、ほんま勉強に追われてたっていうことで、12月のね、頭の時点の最後のさ、その大手予備校がやってるその模試があるんですけど、その成績がもうすんげえ悪くて、もうこのまま行ったらもう確実に落ちるっていうような点数やったから、いやこれほんまマジでやばいなと思って、でそっから本気出してちょっとやっとったんよ。だから当初の予定ではなんか、その学校終わってから、時間そのお勉強ね、しつつ、国試の勉強しつつ、空いた時間にこれをやろうかなみたいな感じで思ってたけど、もうそんなことさ、やってる時間なんか全くなかった。ほんまにマジでやばかったんで、いやほんまにやばいよ、ほんまに。だって、アザブデンタルスクールっていうところがあって、大手、一番大手なのかな、最大手なのかな、そこが。で、そこがやってる模試があって、それで3000人ぐらい受けてて、その時。で、これ2500万ぐらいやったから。で、分野によっちゃもう2800万ってなってたから、でもう確実に落ちるやん、そんな。激ヤバでしょ、そんな。で、12月よ。やばいよ。そうなってたからさ、あ、これほんまかんと思って、やったんですよ。そう。ご存じない方に説明しておくと、大体その歯科医師国家試験っていうのはもう激ムズなんですよ。でね、で、毎年3000人ちょっと受けるんですけど、そのうち、合格する人数っていうのは2000人切ってるんですよ。1900何人とかね、そんなもんですよ。だから 60% ぐらいしか合格率なくてね、ムズいでしょ。我が岡山大学は結構いいんですね。去年は 90% 以上あったんかな。いや、だからそんなんがあってさ、おかないし、適当やっときゃ受かるやろぐらいの感じでおったら、その成績見た時に、あ、これほんまに落ちると思ってガチでやり始めたっていう、そういうことなんですよ。試験終わって、今一息ついてるんですけど、全然リラックスはできてないね、ほんまに。今日もだって俺あれやもん、必修落ちする夢、悪夢でさ目覚めたからね、ほんまにってなって目覚めたっていう。いやだからまだ僕あれなんですよ、自己採点してなくて、今からするんですけどね、その必修っていうのはどういうことかって言ったら、まずその歯科医師国家試験っていうのは2日間あって、で A から ABCD の4ブロック制なんですよ。で、1ブロックに対して90問あるんですけど、で、その90問中最初の20問は必修問題って言われてて、そこは8割がボーダーなんですね。だから 80% を切った時点で他の出来がのいかんに関わらず、もうあれですよ、不合格ってなるんです。わかる？怖いよね。だからその20問かける4でね、80問あるんですよ。わかる？80問中64問まで正解してこないと、もう問答無用落とされるんですよ。バーンね、怖ない？それそれででさ、よう考えたらさ、僕そんなにさ必修っていうのはやばいっていうのは分かってたけど、さほどね、そのゴリゴリにさ執拗にその必修分野ばっかりやってなかったんですよ。時間があったっていうのもあるんですけど、僕の中ではさ、必修やし、みたいな。一般常識でしょ、みたいな。大学で解けるんでしょ、みたいな感じでおったんですよ。今考えたら恐ろしいよね。ほんま。
で、まあ、一応やったけど、まあ、適当にしかやってなくて、それで行って、でさ、その試験当日もさ、ちょっと変なテンションになっててさ、もうみんなさ、緊張しすぎてさ、出たりさ、ギュルギュルって吐いたりしてる人もいる横でさ、俺はさ、なんかめっちゃ余裕、なんか余裕ぶってさ、よっしゃ来いよと、ね、俺にかかってこいみたいな、国士かかってこいみたいな、ぶっ殺してやるから早くかかってこいみたいな感じの謎のオラオラになってさ、もうなんか、なんやろ、緊張を通り越してなんかもう頭おかしなってたかもしれん、ほんまに。そんなテンションでさ、おって、で、今考えたらめっちゃ恐ろしいなと思って、もういや、わからんけどな、だからもう、だから自己採点するのめっちゃ怖いもん、俺ほんまに、マジで。だから今から自己採点して、で、まあその動画も上げますけど、そのまあ内容によっちゃもう上がらへんかもしれんわ、もう。で、しかも闇落ちして、それで闇落ちして、もう何、このチャンネルも閉鎖になるかもしれん、ほんまに俺が、だからこれがもう僕の勇姿を見る最後の動画かもわからん、ほんまにいやほんま怖いわ、ほんまに怖い。だからもうこんな動画撮ってる場合じゃないんですけど、まあとりあえず言ってますよっていうことと、まあまあ終わりましたっていう話をちょっと今日したくて、まあ撮ったんです、はい。いやほんまさ、何が悪いってさ、これね、お課題が悪いわ、ほんまに。こんなことあったらほんまにさ、もうだってまあまあ、まあ、ここでまあ僕何回か喋ってるの分かっておられる方は分かっておられると思うんですけど、あのまあまあ大概教官も頭いってるんですけど、もうスケジューリングも大概頭おかしくて、もう時間が全然ないんですよ、ほんま最後、ほんまに告知の勉強する時間がね。これでさ、いやそんなの分かってるやん、そんなこと言ったらさ、まあ、あいつらさ頭おかしいから、いやそんなの自分でだから前もってやっとけよって言うんですよ。いやだお前がなって言ったら、お前自分のスケ自分のところのスケジュールはもう棚に上げてさ、そういうこと何でも学生のせいにしてくるから、もうそんなんなんですよ。それでさ、もう全然こいつ時間ないからさ、これでさ、うん、落ちたらどうしようっていう気はあるんですけど、ほんまにまあとりあえずまあ終わったんで、まあまあ、ホットは全然できてない、お落ちてたらどうしようっていう、そのもう怖さしかないわ、ほんまに。だって悪夢見て目覚めるぐらいで、ほんま。いやどうしようかな、まあいいわ、とりあえずじゃあ今からね、採点してみますね、ほんとに、はい。ちょっとね、はいはい、ということで、皆さん生きてますよ、はい、ということで、はい、また会えるかな、分からんけど会いましょう、はい、ということで、はい、失礼します、はい。At the tone, 'cause the day I swear I'm not